ラフィードラフレースは男子の 800m の決勝です。この競争統合記録は1分51秒35、本大会記録は1分50秒62です。それでは決勝に進みました8名の選手をご紹介したいと思います。大事園向井山の高津第3名ウィリキンの最大校大事園高田君の高津大事園ホイオイの高津大事園石島の中田大事園杉原君の高津大事園大事園高津君の高津大事園の杉山君の高津以上8名の選手となりまして素晴らしい大会式でございます。